皆さんこんにちは、はるです。私は今ハワイのハイアットリージェンシーワイキキビーチに来ております。いい感じにハワイアンな音楽が流れていますね。このホテルはその名の通りワイキキビーチの目の前にあって、超ハワイを感じることができるホテルなんです。今日はこちらに一泊してハワイを存分に楽しんでいこうと思いますので、皆さんもぜひ一緒に行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。では早速チェックインへ向かいましょう。ここは1階が商業施設のようになっていて、なんと真ん中には滝が流れております。すごく涼しげですよね。で、今チェックイン時間なんですけども、なんと1階でハワイアンミュージックのコンサートも行われておりました。ではチェックインは2階になるので上へ向かいましょう。こちらがチェックインカウンターですね。え、待って、すごいこの景色、やばー。目の前がもうワイキキビーチですね。海めっちゃ青いな。もうほんと絵に描いたかのような色ですよね。今日はこの景色を存分に楽しむべくオーシャンビューのお部屋を予約しているので、皆さん楽しみにしていてください。ではチェックイン完了しました。私はダイヤモンドタワーの3461のお部屋です。日本語があるのがすごく嬉しいですよね。3階でビーチタオルが受け取れるってことなので、海に行くときはそのタオルを持っていけるってことですね。かなりありがたい。ではお部屋へ向かいましょう。この吹き抜けのロビーがすごい気持ちいいですね。もう建物の作りが素敵だな。ショップもいろいろ入ってるので、また後で見に来ようと思います。ダイヤモンドヘッドタワー、こっちですね。すごい階数ですよね。40階が最上階、私は今回34階でございます。エレベーターの中も木で作られてて、天井もすごいおしゃれですよね。34、早っ、もう着いた。3461、あった、こちらですね。すごいな、これ4人一気にガチャッと開けたらこんにちはしちゃいますね。この形面白いな。タワーの端っこなんだろうな。では行ってみましょう。では本日のお部屋ご紹介していきます。せーの、じゃじゃーん、めっちゃいい感じですね。で、この景色がやばい。これはやばいぞ。行きますね。せーの、じゃ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 ーん、海めっちゃ綺麗。しかも見てください、目の前にはダイヤモンドヘッドがあります。なんて綺麗な景色なんだろう。で、この海の色、これぞハワイですね。波がこうつながってるんじゃなくて、ところどころ波が起きてるのも面白いですよね。しかもかなり高いですよね。ちょっと足元見るとゾワッとします。ここには青いお花みたいなパラソルがちょこちょこ咲いてて、お、ここにはカタマランが到着してますね。こういうカタマランは1人当たり2、30ドルくらいで乗れて、夕日を見に行ったり、まあ、お酒を飲んだりとか、いろんなツアーがありますよね。わー、みんな泳いでるな。ここではみんなサーフィンしてますね。何十人いるんだろう、これは。奥の方にはヨットがたくさんあります。いやー、こうやって海を一望できるのすごいいいですね。朝ここで飲むコーヒーは最高でしょうね。ハイアットいいな。お部屋もゆとりがあっていい感じですよね。個人的な意見なんですけど、天井にライトがついていなくって、こういう間接照明がついているんですね。で、しかもこうやって調光ができるんですよ。めちゃくちゃ自分好みです。こちらは広めの書斎になっていて、ハイアットリージェンシーの雑誌があります。これでいろんなハワイの情報をゲットできそうですね。こういうおしゃれな雑誌ほど外で読む方がいいと思う。ちょっと後で読もうと思います。これ面白くないですか？6箇所充電ができるんです。これ家に欲しいな。
家族できてもこういうのあると困らないですよね。テレビにはハイアットのイメージ動画が流れております。今夜ねここに食べに行く予定なんで楽しみにしててください。食べ放題でございます。こういう映像を見るとわー今ここに泊まってるんだと思いますよね。テレビに気を取られてましたが皆さんこれなんだと思いますか。じゃーん、めちゃくちゃしっかりしたハイアットのボトルなんですけど、なんとこれ無料でお持ち帰りできるそうです。やばくないですか。めっちゃかっこいいんだけど。ハワイの海の色と同じ色ですね。うわー嬉しいな。めちゃくちゃしっかりしてる。下には冷蔵庫と、お、いろいろあるぞ。コーヒーメーカー。ハワイのホテルってこのコーヒーあるの多いですよね。ハワイアンパラダイスコーヒー、レギュラーとデカフェが2袋ずつ。え、おーい、お茶がある。すごい、やっぱり日本人のお客さんも多いんでしょうね。いや落ち着くな。ココナッツマカデミアティー、すごいハワイを感じる。マグカップじゃなくってこういう持ち運びができるカップなんですね。ここで作ってベランダで飲むのもよし、外で歩きながら飲むのもよしですね。その下は収納スペースになっております。大人数で来るときはすごく助かりますよね。私でも一人なんで、多分入れたものを全部忘れて帰ると思うんで使わないでおきます。このクッションもいいよな。机もあるしありがたい。うわめっちゃふわふわや。おー、これは寝ちゃいますね。この景色はやばいな。あと軽く3時間ぐらいぼーっとできますね。こちらが水回りです。じゃーん、鏡の裏にあるライトがふわーっと光って、もう光だけで癒されますね。すごいアーティスティックなティッシュやお花が開いたみたいにブワッてなってますね。フェイシャルバー、石鹸とボディーローションもありますね。嬉しい。歯磨きセット、こちらにはシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、ここにあるんだ。しかもナホラスパって書いているので、ハイアットの中にあるスパ同じ名前なので、そこで使われているものがお部屋でも使えるってことですね。ココマンゴーってすごいいい香りそう。ちょっと塗ってみるか。すごくいい香りです。マンゴーとココナッツの甘い香りなんですけど、ハワイで人気なマリエっていうブランドがあるじゃないですか。あれのマンゴーネクタイよりもすっきりした香りなので、あの香りよりもうちょっとすっきりしたのがいいなって方はこっちの方がおすすめです。タオルは大中小2枚ずつ、ドライヤーもあります。浴槽もついていて嬉しいです。で、お手洗いは TOTO が使われていますね。わ、皆さん見てください、ちゃんとウォシュレットもありますよ。さすがハイアットですね。ではいつものやっていきましょう。ではシャワーチェック。おー、水圧いいですね。20丸。こっちシャワーヘッドちっちゃめではあるんですが、水圧はグーです。クローゼットの中は追加の枕、アイロン、ハンガーもめちゃくちゃたくさんありますし、このエコバッグもついております。嬉しいな。待ち付き大きめ、ビーチ行く時とかいいですね。で、荷物置きが2つとスリッパもあります。わー、結構分厚めでいい感じですね。では周辺散策していきましょう。お水入れるところがあったので入れていこうと思います。ウォーター、こっちか。氷は左側ですね。海外あるあるですね、ストローで飲むタイプ。かわいいお土産屋さんがありました。ブルーお花。お土産とかワンピース、アロハシャツなどたくさん売ってます。洋服系が多い。この羽織めっちゃ綺麗、188ドル。いいな。子供用のアロハシャツも可愛いですよね。で、なんとここにはワンちゃん用のお洋服もあります。ちっちゃくて可愛い、1つ30ドル。ではハイアットのプールに行ってみましょう。3階に ABC マートが入ってました。もうこういう日焼け止めとか T シャツとかお土産とかもここで買えるのいいですね。
街中で買うよりも人も少ないしすごく快適そう。ここでタオルを借りることができるそうです。マリオットにあったやつと一緒ですね。まずドアが開くまでカードをホールドします。はい、ああ、そう、Thank you。 ここにカードをピッとして、よし、1人1枚ですね。でもし返却せんかったら25ドル支払うらしいんで気をつけましょう。タオルの色も可愛くてテンション上がりますね。ではこちらがプールです。プールはこんな感じです。コンパクトで人が結構多い。ここはジャグジーですね。今からコンサートが始まりそうですね。お、ちょうど始まった。プールも泳ごうかなと思ったんですが、子供たちがいるので今日はやめとこうかなと思います。奥にはレストランもあるので、食べ物飲み物食べながらここでゆったり過ごすのもありですね。ではジムも見に行ってみましょう。プールのすぐそこにあります。珍しく誰もいない。中広いですね。タオルとかお水もありますし、おお、向こうもある。機械めっちゃ品揃え豊富ですね。おお、重量計もいろいろあります。スタッフさんに確認したら、このタオルビーチ持てっていいよってことだったので、今からビーチへ向かいます。ホテル出てすぐ目の前ビーチってやばいですよね。目の前にレンタサイクルのビキもあるんで、こっからどこでも行けちゃいますね。普通にクレジットカードあれば使えますよ。有名なカハナ木造もあります。このサーフボードも超ハワイを感じますよね。人めっちゃ多いですね。人口密度がすごい。こんなに人いるのに海きれいなの不思議ですよね。あの金属探知機お兄さん、この前もいたぞ。ハワイ朝活動画の時にもね、いた。あの人毎日探してるんですね。ではこの辺りに陣取ろうと思います。では久しぶりに行っちゃいますか。うわー、めっちゃ冷たい。おー、みんなよく入ってるな、この冷たい海の中。サンゴと貝殻がすごいたくさんある。あ、魚がめっちゃいますよ。見えるかな。結構意外とすぐ深くなる。おー、冷たっ。波が高い。さすがですね。おー、サーフィンするだけの波はあるな。うわ結構波強いな。奥の方から結構高めな波やってきてますね。透明度もすごいですね。おーおーおー、カメラカメラ、やばいやばい、壊れる壊れる。あ、見てください皆さん、虹ができてる。え、めっちゃ綺麗。おー、上の方まで続いてますね。わー、素敵だな。ハワイの幸せのレインボーは6色って言われてるんですね。これ何色あるんだろう。紫、青、緑、黄色、オレンジ、赤。おう、6色ですね。うわ、幸せの虹です、皆さん。私含め皆さんにも幸せが訪れますように。わあ、綺麗ですね。癒されるなぁ。最高。私、ちょっと海が怖くって、そのクラゲとか恐ろしい生物がいろいろいるじゃないですか。ですけど、ハワイの海ってすごく透き通ってるし、本当に何もいないんで安心して泳げるんですよね。虹。ではパチャパチャ楽しんだんで一旦ホテルに帰ろうと思います。太陽の光があったかくて気持ちいいです。夕日ってこっちに落ちるんですね。今日はハイアットのブッフェで晩ご飯食べる予定なので、それまでゆっくり過ごそうと思います。では今夜の晩ご飯はこちらのザ・ブッフェでいただきます。3階にあるシーフードとコリアンバーベキューの食べ放題のお店です。では行ってきます。お店はこんな感じで広々としています。で、今夜なんですが、見てください、オーシャンフロントなんですよ。ライトがついてるのでいい感じにヤシの木も見えますね。
というわけで私はこちらの端の席にしていただきました。ではお食事取りに行こうと思います。わ、皆さん見てください、すんごい大きいお肉の塊がありました。これは好きな大きさに切って持っていける感じですね。わあ、こちらでは鉄板焼きをやってますよ。ハロー、美味しそう。うわあ、がっつりしたお肉コーナーですね。あ、なんか美味しそうでよだれ出ちゃいそう。コリアンなのでこういう山中とかもあります。わあ、やばい、みんな見てください、お刺身、カニ、牡蠣、シーフードコーナーでございます。量すごい。ここではなんと目の前でお寿司を握ってもらえるそうですよ。すごいな、目の前で握ってくれるとこ初めて見た。カリフォルニアロール、卵、トビコ、サーモン、アヒ、これがマグロですね。サーモンスキンウィズピクルドオニオンとかもある。面白い。キムチとかもありますね。お漬物もある。付け合わせで野菜がたくさん食べられるのも嬉しいですね。ここには温かいフードがあるんですけど、見てください、この大きい魚、ハワイアンカンパチだそうです。へえ、ハワイのカンパチってこんな大きいんですね。エビ、牛、あ、パスタもあるんだ。あ、コーンがバターに浸ってて美味しそう。野菜系、これはポークですね。お、これトッポギだ。トッポギとソーセージ、チリクリーム和え、こんな食べ方もできるんですね、トッポギって。みんな大好き餃子もあります。牛と海苔のスープ、韓国にはこんなスープもあるんですね。白ご飯だ、嬉しい。あ、待って、わかめとネギと豆腐があるってことはお味噌汁だよな。あ、うん、味噌スープって書いてる、嬉しい。皆さんハイアットでお味噌汁飲めますよ。ソフトクリームコーナーもある。え、めちゃくちゃ味の種類ありますよ。ドイツ産なのかな。いちご、バナナ、ブルーハワイココナッツ、バターピーカン、オレンジ、キャラメル、マンゴー、チョコレート。え、一口ずつ食べたい。あ、その後はこちらでトッピングもできるっていうわけですね。スイーツコーナーもたくさんあります。チョコレートファウンテンがある。チョコフォンデューし放題じゃん。ケーキもありますね。あ、ハワイっぽい宇部のケーキもあります。 Can I get a 卵 and salmon? おお、なるほど、巻きだから海苔多めでいいですね。 Thank you。 お魚取りに来たら新しくなってた。お魚はね、お腹の部分が脂乗ってますからね、ちょっとこの辺りいただきましょうか。うわー、パリパリや。えい、では晩ご飯取ってきました。このステーキの切り身が超分厚い。あとコリアンと手巻き寿司とシーフードも取ってきました。ではいただきます。スペシャルドリンクは17ドルでオーダーができました。私はこのストロベリー大切りを注文しましたが、あのハワイといえばこのマイタイとか夏っぽいピニャコラーダとかもいいですよね。日本語あるの嬉しいな。なんだか海風が強くなってきた。ではドリンクから乾杯。あ、おいしい。いちごがさっぱりしててすっきりする。うん、南国を感じますね。うう、何から食べようかな。やっぱりシーフードかな。じゃあハワイということでアヒポケから。うん、めっちゃ新鮮や、美味しい。臭みゼロ、もちもちで美味しい。牡蠣、味がギュッと詰まってて美味しい。よし、カニ行くぞ。お、できた。お願い、ちぎれるの、ちぎれるの、お願い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 。あ、
まだまだですわ。おいしい。なんでなんでこんな下手な。でも諦めずにあのナイフ使ってたら出てくるんですよね、フォークじゃなくて。うん、美味しい。食べ放題のカニってすごい細かったりするじゃないですか。ですけどここのカニ結構細くて食べ応えがあります。うん、では手巻き寿司。うん、サーモン美味しいけどちょっと時間が経って海苔がふにゃってなっちゃったから、これ巻いてもらってすぐ食べた方がいいですね。うん、ではお肉いただきます。うん、めっちゃジューシー。アメリカのステーキってこんな柔らかいやってぐらい柔らかい。もうこの一切れだけで3000円以上しそう。うん、骨付きカルビ。あ、うまっ。味付けが最高だわ。韓国の焼肉のタレにつけたって感じの味。すごい白ご飯欲しくなる。うん、あ、幸せ。うん、トッポギ。うん、やっぱもちもちしてるもんって美味しいですよね。あとちょっとピリ辛で食欲そそられますね。お魚。おお、油すごっ。お魚の味も濃い。ここラストオーダーが午後9時なんですけど、フードは午後9時半までは残っているそうなので、ちょっとこれを食べたら最後スイーツ行ってこようと思います。やってきました、アイスクリーム。え、何味にしようかな。お腹いっぱいなんだよな結構。やっぱココナッツかな。さあ、うまくできるかな。できた。ちょっとブルーのラインが入ってて可愛い。ちょっとこれの上に、これの上によ、マンゴーとかいっちゃおうかな。できた。あれか、ソフトクリームは全部一緒で、この色がついてるラインに味がついてるってことか。私これもしたい、チョコレートフォンデュ。いちごが食べたい。うん、これやばい。できました。やばい、チョコが溶けてる。ということで取ってきました、スイーツたちです。うん、おお、冷たくて美味しい。結構お肉とかね、魚も脂が乗ってたんでいいリフレッシャーです。うん、いちごチョコ。うん、これは夏祭りでしか食べられない味や。ハワイのハイアットのブーフェ来たらもうこれいくらでも食べれますからね。贅沢だな。うん、あー、お腹いっぱいになりました。ではごちそうさまです。泊まってる時に食べに来るのもありですけど、お値段気にせずいっぱい食べたいときはこのハイアットのザ・ブッフェ来るのもいいじゃないでしょうか。ではちょっとね、風も強くなってきたので今からお部屋に帰ろうと思います。ではお部屋に帰ってきました。お風呂食べたので入ろうと思います。今日はこのオフ会でいただいた金木犀の香りの入浴剤を入れて浸かろうと思います。では皆さんおやすみなさい。おはようございます。朝の6時前になりました。まだ泳いでる人は少ないですね。
サーファーの人たちがちょこちょこといるような感じです。ちょうどここのオレンジっぽいところの真反対あたりから今太陽が昇り始めているような感じです。朝日はこちらからは見えないんですけど、雲の形とか空の色がすごく綺麗ですね。やっぱり窓が大きいんで外が明るくなるとね、目覚ましかけてなくても自然と起きるんですよね。でもまだちょっと眠たいんで、もうちょっと寝ようと思います。おやすみなさい。では改めまして、おはようございます。お腹が空いたので朝ごはんを食べに行きます。では3階にやってきました。昨日の夜はザ・ブッフェっていう名前だったんですが、朝ごはん会場ではショーという名前に変わります。ではブッフェコーナーにやってきました。まずは温かいものから見ていこうと思います。これはね、あ、めっちゃキムチのいい香り。キムチのフライドライスとかお魚ですね。で、昨日の夜もあった餃子とチーズブリンチ、ベリーソース、どんな味なんやろ。スクランブルエッグ、あとここはエッグベネディクトが有名だそうで、あ、待って、来た、うわー、出来たてほやほやや。これが人気ナンバーワンでございます。あとベーコンとかお肉料理ですね。こちらはフルーツとパンコーナーです。このケースに入ってるのが可愛いですね。でピタゴラスイッチトースター、そしてシリアル、ここにはグラノーラもありますね。いちごが新鮮でめっちゃ美味しそう。フルーツの種類もたくさんあります。ここにはほかほかのフレンチトーストがあって、見てください、このメープルシロップ3リットルぐらいあるんじゃなかろうか。みんな大好きですね。ソースもいろいろあります。こちらがジュースコーナーです。オレンジ、グアバ、パイナップル、ハワイを感じます。こちらがオムレツコーナーです。具材が選べるのがいいですよね。では海側の席が取れたので、こちらでいただこうと思います。そう、絶景ですね。とりあえずサラダとおかずを取ってきました。ちょっとこの辺り鳥ちゃんが多いので、鳥に食べられないように食べる分ずつだけ取ってこようと思います。ではいただきます。ジュースはグアバジュースを取ってきました。乾杯。うん、おー、甘くて美味しい。もうなんとね、卓上に醤油があるんですよ。これ嬉しすぎません？めっちゃこの醤油ハワイ感じるし、ちょっと今日はお醤油でいただこう。豆腐が久しぶりすぎて嬉しいから豆腐から食べる。うん、おいしい。あ、醤油おいしい。うん、あ、落ち着く、安心するわ。めっちゃ半熟や。え、映ってるかな。完璧な半熟加減ですね。うわ、美味しそう。うまっ。うん、ハヤトの朝食に来たらエッグベネディクトを食べ放題ですね。最高。うん、カリカリベーコンと一緒に食べるとなお美味しい。この春巻きみたいなのなんだろう。ん？ん？中は白いのがいっぱい入ってて、クリームチーズの味がする。新しい。うん、お魚も美味しい。あ、キムチ久しぶり食べた。オムレツも頼みました。具材全入れです。Thank you. ではオムレツとヨーグルトを取ってきました。ケチャップはもうテーブルの上にこんな感じで置かれていました。ではまずはそのまま。
あ、美味しい。味付けいらんかもこれ。この黒いのがオリーブなんですけど、意外とやっぱ卵に合うんですよね。ちょっとイタリアンな感じがする。塩コショウで食べてみよう。うん、やば、チーズ美味しい。ケチャップもつけよう。うん、やっぱケチャップつけるとオムレツ感出るな。うん、具材がめちゃくちゃ多いから卵のつなぎでなんとか固形になってるような感じですね。こんな具沢山のオムレツ初めて食べた。いちごがめっちゃでかい。お、これハート型じゃない？今日なんかいいことありそう。いちご一粒食べるのに6口もかかった。めちゃでかいな。私の食べ終わりを察知して鳩が1匹やってきました。もう人間全く怖がってないですね。わあ、ではごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。お腹が膨れたのでちょっとホテル内散歩してからお部屋に帰ろうと思います。ここにはハイコーヒーハワイっていうカフェがありますね。結構人気だ。ここにハワイアナスがあるんですけども、懐かしいな。ブラジル発祥なのでブラジルにいた時に行ったことあるんですが、なんと今ドルチェ&ガッパーナとコラボしていて、このコラボしたサンダルが4種類あるんですけども、ハワイ中でこのハイアットの中の店舗にしか置いてないそうなんですよ。ちょっと見に行ってみましょう。これですね。めっちゃかっこいいやん。ドルチェ&ガッパーナって言ったら香水のイメージですけど、ブランド自体も結構かわいいですよね。この柄とかめっちゃかわいい。よく空港の免税店でこの柄の、 香水が売ってるんですよ。でこの香りがめちゃくちゃよくって、もうそれこそドルガバの香水なんですけど、また香水欲しくなるな。138ドル、2万円ちょい。サンダルで2万円ちょいは初めて聞きますが、もうドルガバコラボなんでね、買う価値あり。やっぱ可愛いですね。もうハワイアナスにしかなさそうな柄がたくさんあります。これだったら38ドル。このキラキラしてるのも上品ですよね。メンズもシンプルなものからちょっと派手めなものまでいろいろ取り揃えています。これもおしゃれですよね。ここが太くていい感じ。48ドル。キッズのサンダルは30ドルです。わー、マーメイドで可愛い。あー、めっちゃ可愛い。なんてちっちゃいサンダルなんだ。こんなサイズあるんや。しかもちょっと厚底っていうのがおしゃれ度高いですね。ここにもカフェがある。ホテルの目の前でサクサクっていつでも食べれるのはいいですよね。ちなみに今日はハワイの88ティーを着てきました。かわいい。ホテルの中にいながらもいろいろショッピングができるのもいいですよね。でここをまっすぐ行けばまた海に行けるという、もう天気良すぎて白飛びしております。あっという間に11時前になったので、今からチェックアウトしてこようと思います。あー、名残惜しい。ですが今日はチェックアウト後に一つアクティビティがあるので、それを受けに行こうと思います。ではチェックアウト完了しました。私ハワイに来たら一ついつか絶対やりたいものがありまして、それを叶えるためにこちらのスパにやってきました。わー、めっちゃ綺麗。私は YouTuber をやる前にエステティシャンしてたんですけども、ハワイのマッサージロミロミっていうものを一度も受けたことがなかったんですよね。なので今回こちらのスパで受けようと思います。ハイアットのスパのシグネチャーマッサージがロミロミなんですね。なので今日はそちらの50分を受けようと思います。でこのエリアがマッサージの前後に好きなだけ滞在ができるエリアなんですけど、
この景色やばくないですか。めちゃくちゃ海が綺麗。マッサージの 1,2 時間前にここに来てゆったり過ごすもよし、ソファーに腰掛けてドリンクをゆっくり飲むのもよしっていうような感じでございます。素敵ですね。一つ上の階へやってきました。こちらでもゆったりくつろぐことができるようになってます。海めっちゃ綺麗。ロッカーにやってきました。ここもすごい景色ですね。本当に立地最強で、なんとこちらのロッカーにですねサウナもついてるんですよね。なんか広めのドライサウナになっています。その後にこちらでシャワーを浴びれるような感じです。アメニティも髪剃り、シェーブクリーム、ハンドソープ、髪ショーツ、お肌保湿するやつ、日焼け止め、もうこの入れ物かっこいいな。ヘアスプレー、デオドラント、クシー、ゴム、綿棒、何でもありますね。ロッカーにはスリッパやバスローブもあります。今回マッサージの1時間前にやってきたのでサウナ行ってこようと思います。ではサウナ上がってきました。もう最高すぎる。マッサージ前からサウナに入ったりシャワー浴びたり、この海景色を見て癒されるっていいですよね。しかもシャワー浴びる時に感動したんですけど、シャワールームの中に銀色のスプレーがあったんですね。でそれを壁にシュッシュッシュッって振ってくださいって書いてて、なんかなと思ったら中にユーカリのアロマが入っていて、シュッシュッシュッってした瞬間にもうブワーってめっちゃいい香りに包まれたんですよ。あれ買って帰りたいなと思ったら、なんと売店に売ってるそうなんで、マッサージが終わったらちょっと見に行ってみようと思います。もうお家のお風呂でそれシュッシュッてしてこう目を閉じてシャワー浴びてたら、香りだけでいつでもこのスパに戻ってこれると思うのでめちゃくちゃいいと思います。最近こんなんあるんですね。すごいな。今日はこちらのお部屋でマッサージを受けます。わー、このお部屋からも素晴らしい景色ですね。やばい、最高すぎました。初めてロミロミ受けたんですけど、足のつま先から手の指先までこうつなげてガーッとマッサージしてもらえたりとか、こうお尻が中心なんで肩とか背中の痛みも足の痛みとかも全部お尻の筋肉につながってるらしくって、そこを中心的にほぐすんですよね。タイとかバリとか他の国のマッサージと違って、リラックスできるのはもちろん筋肉にもちゃんとアプローチしてくれるようなマッサージで、私一番タイマッサージが好きだったんですけど、もしかしたらロミロミが一番好きかもしれない。本当に感動レベルで気持ちよかったです。ちょっとこの後はもう一回サウナ浴びてシャワー浴びてゆっくりしてからホテルを出ようかなと思います。いや本当にいい体験だった。これはね、ハイアット来た方はぜひロミロミ受けてほしいです。マッサージ最高すぎました。ホテルの外にはサーファーブランドがたくさんありますね。ハワイアンジュエリー屋さんもありますね。ハワイのジュエリーってきっとシルバー、ゴールド、ピンクゴールドを使った感じで、この彫ったデザインがすごい可愛いですよね。ハワイならではのアクセサリーです。ホノルルクッキーもすぐ近くにありますし、奥の方にはここにローソンがあって、ここにはモニっていう日焼けスヌーピーのグッズ屋さんもあるんですよね。あ、もうこの辺りは何でもありますね。見始めるとキリがないんで今日はこの辺りで終わろうと思います。というわけで今回の動画はこの辺りで終わろうと思います。皆さん、ハイアットリージェンシーワイキキビーチいかがでしたか？ワイキキビーチの目の前で立地も最高ですし、お部屋も綺麗で景色も良くって、スパのロミロミマッサージも最高でした。ハワイに来られる方はぜひハイアット泊まってみてください。今回の動画役に立ったよ、面白かったよっていう方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。